岩田さんはお店でとっても上手なセラピストさんで、指名連続12ヶ月、今月取れば12ヶ月、はい、はい、今月取れそうです、ね、頑張ります、はい、というそうで、まあ、YouTube も始める予定だということなので、接待をお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあうつ伏せでやっていきますね。はい、はい、お願いいたします。僕、はい、のやり方は基本的にガチガチさんのとこの天皇図属圧なんで、はい、硬いですね。硬いんですよ。おお、だいぶ張ってる感じですね。そうなんですよ。うわ、ついパソコンとかタブレットとかですよね。うわ、力加減大丈夫ですか？大丈夫です、今のところ。さっき上の方はちょっとギリな感じです。あうわ、おお、響きますね。聞いてますかね。 めっちゃ痛い。痛いですね。でもなんか聞いてる痛みです。分解光線のとこね、ちゃんと押してくれないと、はい、ケンさんが言ってますよ ね、よく出てますね、ケンさんのとこでね。分解光線が大事です。波越さんの息子さん一人だったって言ってましたね。あ、言ってましたね。自分がちゃんと聞いたのは。聞いたのはね。やっぱ独特ですね、ガチガチさんの押し方は。そうですね。めっちゃ、まさに天の持続圧で。まあ認定セラピストではないのにこんなに堂々と動画で。でももうね、お受けになってますもんね、はい、もうちょっとだったんですよね。もうちょっとだと思ってます。きっと次はいけますよ。もう最近続々と誕生してるんで、はい、お、認定セラピストさんが2人かな。あ、そうなんですね。ガチガチが広がっていくんですね、ガチガチそのまま。あ、でもまさにいいですよね。私が結構ガチガチなんで。すごいですね、本当に首が。いや、自分でもちょっと引きますよ、もう。いや、多分私なんか前の職場もだからもう10年ぐらい前から、はい、もうなんか社会保険症候群なんじゃないのみたいな。うわ、すごい。はい。なんか立場がさっきと逆になってますけど。私もう、ね、じゃあちょっと時間割いてやんなきゃいけないんですけど、何もケアをしてなくて。ちょいとじゃ肩いきますね。お願いします。うわ、すごい。あ、響いてますね。すごいですね、これ。響きますね。無駄にゲームとかやるから。うわ、すごい。点で置いて約5秒キープですね、うん、あ、やっぱ最初はプルプルしましたか？初めはそうです。やっぱキープできないですよね、うん、この点で、うん、あ、それぞれありますね、特徴というか。あ、表面ちょっとプニッとしてますね。その奥にちょっと硬いのが、
私もそうですね、なんか肩の表面はそんなに最初からゴリゴリではないですね、こう奥探してると痛い、いますね、ちょっと強いですかねいや大丈夫です。あとはケンさんのところであのしなやかさと、うん、あの手つきは、うん、私も練習してますよ、できないですねまあ僕もまだ1回しか行ってないんでこの間、ちょっと極力毎月行けたら行こうかなと。あ、なるほど、はい、ここすごいですね、うん、それなんかもうね、あのこれですね、側頭筋まで響きます、ツーンとしますねこれね、うん、します、だって自分あれっすもん、首傾けると腕の方にビリビリってすりますもんお互い人やってる場合じゃないですね、場合じゃないでも多いっすよね、腰痛めたからとか、うん、なんかやっぱある程度、あーなんか指先まで来ますね、うん、来ます、うん、おあなんかフラフラしそうなぐらいの効いてますきますね。じーっとしててじわーっときますよね。そうですね。なんか、うん、腕まできます。悪いんだなーって。全部硬いですね。ダメですね。ああ。響きまくってます。ね、これ誰が見ていいんですかね。なんかどうですかねこの動画。どうまあでもなんかまあいいんでしょうね。いいですかね。いいということに。ああ固まってますね。ダメですね。入ってないっすね。なんかめっちゃでかいやつが塊が占拠してますね、うん、だいぶ肩こりひどくなってますね、うん、だいぶこの間の肩もみサークルでちょこっと触った時、はい、なんか硬いなと、凝り方がなんかすごい独特だな。あ、本当ですか。なんか、そうなんだ。血の質が悪いんですよ、私多分。水玉やってもすごい黒くなるんですよ。すごい表面、なんかプーにゼリーちゃんの後に、の中に、硬いのが、こう。嫌なものですね、それは。紛れ込んでるんで。いや、嫌なものですね、それは。嫌な客だわ。あー痛い。でも来るお客さんみんな自分よりでかい人ですもんね、花澤さんの場合。そうですね、私より小さい人もいなくは、あ、でもどうだろう、体
系も含めて私より小さいって人はまあいないですかね。遅いですもんね。子供とかになりますよね、私より小さい人って。ちょっとじゃあ肩甲骨の方も、はい、すいません、お願いします。エプロンしてて大丈夫ですか。今エプロン外しました。外しました、すいません。うわプニプニしてますね。むくみですかねもしかして表皮の方に細胞外液が溜まってるのかもしれません。指の使い方が違うと下川さんに怒られちゃうからでいや大事ですよ。あー来ますね、ここ。痛いよ。肩甲骨の上角にいますね。いましたか、ここにも。血液をきれいにする食べ物とかが必要ですかね。キワッキワに、ああ、痛い、痛い、響く。これすごいな、なんかすごい、すごいな、すごい、むぎゅってされてるすごいすごい。あ、この次のがすごいな。あそこもちょっと鈍くなってるかもしれないです。この辺すごい。来ますね。痛いっすね。なんかもう笑ってしまいました。ダメっすね、通わなきゃダメっすね、これあれ、こっから荻窪店のガチガチさんとか、そう、今まさに言おうと思ってますそんな遠くないですよね。そんな遠くない、あの西武線で行けますしね。西武線じゃなかったっけ。なんだっけ、中央線かな。中央線だ、中央線だ、だから中野まで行って荻窪に行けばいいのか。ああ、でも多分荻窪ぐらいだったら自転車で30分ぐらいで行けそうな気がする。行けないかな。あれ、あそこの木村店長と新見さんには、まだ、会ってない感じですか。会ってない。全然面識ないですよ。あ、でも新見ちゃんと、木村店長は私のことは知ってるって言ってました。下川さんは。ああ。そうそう。花ちゃんのことは見てるから知ってる僕はそっか、全員に会ったのか、一応。おお、すごい。あ、痛い。ああ。はあ。すごいですね、あちこち行かれてるんですね。はい。ケンさんともね。セラピストフェスに来るぐらいですもんね。そうですね。ね、熱心ですよね。普通のセラピストですとつまんないですもん。岩田さんもなんかキャッチコピーとか考えてますか。え、キャッチコピーですか。キャッチコピー。とにかく猛烈花沢みたいな感じですか。そうそうそう。なんかでもあれもいまいち馴染まない。もうちょっとまた考えないと。片もみん時のあれで岩田さんなかなか強者がいるってケンさんが書いてたんで、強者岩田さんのこともなんかいいキャラだよねって言ってましたよ、あのスラピストフェスの時も。本当ですか。あの時初めてですからね、僕、なんかいい笑顔だねみたいなおっしゃってましたよ。強者っすか、つわものいわまあどっちかというと僕は自友人ですからね。あ、友達から自友人だって言われます。なるほど、じゃあフリーダム岩田でいいんじゃないですか。あ、そういうのがいいですねLINE とか Facebook であげると、同級生から
相変わらず自由だなっていうコメントが。少し慣れてきました。あービリビリ、めっちゃビリビリする。射角筋、中射角筋ですかね。僕はね、筋肉の名前とかとても苦手でとても苦手です、ね、はい、まだまだね、経験浅いんでそうですか。そうですよね、まだ2年とかですもんね。1年半、うん、そうですね。そりゃそんな何もかもは無理ですよね。無理ですね。そうですよね。それいいですね。情熱ですよね。はい。まあ、それいいですね。あんだけガツガツ押すんで、ガツガツというか、多少こう外しておく感じですね。多少こう動かしとかないと。なるほどなるほど。それいいですね。いい動きです。気持ちいいです。まあざっくり。こんな感じですけど、あれ右はやりますよ、もちろん両方取りますか。お願いします。両方取っちゃう感じですか、はい、そうですね、すいません、じゃあ大丈夫だったら。あ、僕は、はい、大丈夫です。すいません、お願い。違う痛みがありますね。施術を動画で撮るのは初めてですね。でもなんかリラックスされてますね。あ、僕ですか。そんなになんか緊張してる様子はなくないですか。うん、はい、おっと硬い。何気にそうですね、はい、リラックスはしてます。あ、よかったです。いつも通りでやってください。よかった。なんかこうピアノ線入ってるみたいな感じしますね、自分の中では。なんか入ってますね。これはひどいんですね。すごいですね。なんか、あ、痛い。米粒みたいのが。あ、痛い。すいません。ダメですね、これ私。首すごいですね。俺もすごいってやりましたけど。あの事務員、いやいや事務職やってますっていう女の人と比べてどっちが硬いですか。いや、花澤さんの方が。あ、本当に、すごいですね。あ、本当にこじらせてる感じですかね、はい、私の方が。そうなんだ。やばいっすね。あ、痛いよ。痛い。結構軽めですけど。ですよね。はい、まあ、手なんでね。そうですよね。手いいですよね、やっぱでも。あ、座ったまま体重かけずにできるんで。はいはい、ああ、ね、指先だけって言ってましたよね、シャンカーさん。ほら、あんまり押されてるというか、こう、強く押されてる感じないですもんね。いやー、もうでも私はもうめっちゃ効いてる感じなので、指先だけがっつり入ってる感じです。なんか血が巡ってきた感じがありますか。ありますね。あ、そこもわかんない。そこはあんまない。あー、痛い。
あまり揉まれることはないですか？あまりないっすね。しっかりやることはもうないっす。行った方がいいっすね。早くお荻窪店に行って。そうですね。うん、一度ちょっと。で、感想動画も撮ってもらい。そうっすね。ああ、そこ響く、めっちゃ、二の腕あたりに。ああ。どこだったんだろう、三角形かな。ああ、腕に来ました。どっかと行きます。はい、お願いします。ちょっと失礼。はい。なんか分かりづらいですか？大丈夫ですか？あ、大丈夫です。痛い響かーだーおっと、中指が。うーん、すごい。はあ、なんか中指にピンポイントでなんか来てますか？来てますね。すごい中指。ああ、まあ何気に肩凝る仕事ですよね。そうですよね。あ、でもなんか楽になってきました。うん、新見ちゃんっていい顔してますよね。ああ、笑顔が素晴らしいですね。新見さんが、新見さんにちょっと会いに行きたいですね。僕は店長指名で予約したんで、うん、はい、あ、そうなんですね。ああ、指名料かかるんですか？いや、あそこはかかるんです。僕ネットからそうですね。10月に、うん、荻窪店がオープンする前の荻窪店の第1回のその、はあはあはあ、わ、いった、お、東京講座で行きまして、おうおうおう、でそこで初めて会って1月にネット予約で2回目覚えててくれたんで、で感想動画を撮り、はいはいはい、あ、撮ったんですね。はい、それはアップはしてないんですね。あ、アップしてあります。あ、したんですね。はい、おー、あの荻窪店ので、うん、あ、そういうことか。あの、そちらでやられたってことなんですね。そうそう、荻窪店 の、はい、のサイトから、サイトで感想動画を。なるほど、なるほど。岩田さんがアップしてるわけじゃないですね。あ、僕はまだ、はい、勉強中です。なるほど、まあ、何も編集覚えてないんで。あはあ、痛い。あ、いや大丈夫ですよ。響くなと思って、こめかみあたりにこうキーンと。昨日私なんか Windows 10にアップグレードし、あ、見ました。見ました。なんか、そうなんですよ。なんかサインイン他のユーザーとかいうのが出てきて、なんかどうやっても違いますとか言って出てきちゃって、じゃあもうどうしようもないじゃんとか思って。それで、じゃあもうこれを元に戻したいんだがどうすればいいんだって言って、もうタブレットで後ろ、なんか下手なことして全部パーとかなっても困るしなと思って。それ僕とても共感できます。僕も、ね、そういうことありました。一回手にしたんですよ。はい、はい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 。そしたらなんか調子悪くて、あ、やっぱね、はい、あれね、ダメだよね。手にしたらなんか今までできてたものができなくなっちゃったり、聞いた聞いた、書いてありますよね。画面は使いづらいし、うん、ですよね。何あれと思って、なんか変にセキュリティ強化とか勝手にやんないでほしいですよね。で毎回出るし、点にアップしろって、うん、そうそう、鬱陶しいですよね。もう痛い響
ちょうど来る時見てました。あ、そうだったんですね。俺と同じだと思って。あ、そう、でもすごいなんかもう困っちゃっていろいろやって、どうにかなんか前のやつに戻すっていうのが無事に終わったから今は普通に使ってるんですけど、そこまで持っていくまでがもうすごいストレスと不安で。そうですよね、データ飛んだらどうしようって。そうなんかさ、最初のやつで言ってるなんか初期設定に戻すみたいなことに なりかけて、おー違うみたいな大当てですよ、もう。昨日の夜はそれでだいぶ、うん、そう、てか半日潰れちゃいました。なんかいろいろやって違うか、これもダメかみたいな感じで、なんか F6 で F8 だっけ、なんかあのセーフモードで起動しようとしたんですけど、それでもなかなかならなくて、あら、まあ、なんでだみたいな、うん、他のもう一個のなんかキーボードを引っ張り出してきて繋いでやってみたりとかして、それもダメで、もうどうすればいいんだよ、助けてみたいな助けてオビワンケノービーみたいな状態になってもうしょうがないくて、まあ、自分で自力でなんとかしましたけどね、半日がかりでした。最悪ですね。あれは天はね。天ダメっすね。初めから天が。ね。あ、そうですよね。そうなんですよね。それに合ってないんですよね、多分。合ってないです。なんか互換性がありますとか言って書いてあったんですけど、うん、多分あんまりよく ないんですよね。ああ、痛い。それも多分肩こりの原因ですよ。ストレスと。ストレスと、なんか半日ぐらい画面に向き合ってたのと、あ、もうお客さん来ちゃうよ、なんとかしないと、みたいな。まあ、大変でした。私の施術されてる動画って2回目なんですよ。あ、そうなんですか。ケンさんに前に肩もみやってもらってるやつ動画で。あ、見ました。ここで初顔合わせの。そうそうそう、あれが初で、はい、そう。これや、今岩田さんが 2回目の。あら。はい。記念すべきレア動画ですよ。私がうつ伏せで受けてるのは初めてです。あら。そう。いいんじゃないですかね、それも。いいですね、第1号。そうです、第1号。本当にね、有名な四天王ではない、全く名の知れてない整体師がこれから有名になってください。でもちょくちょく何かの弁当あればね、出たいと思ってるんで、何かしら。でも結構だから顔が出てますよね、あの肩もみセミナーの、ね、あ、はいはい、うん、そういう荻窪店のとか出てますね。そういうとこ集まった人なら、あ、この人見たことあるっていう。あ、そうなってますよね、きっと。私もあのまた YouTuber のスペース、あれ、ハッピーアワー、はいはい、行くんですけど、今月も18日とかだったと思うんですけど、いろんなところに出ますよ、私も。いいですね、いろいろやっていきます。で、僕本が苦手なんで、やっぱ字を読むのが苦手なんで。あ、なるほど、はい、だから動画なんですよ、覚えるんが。でも確かに動画で見る方が一緒に入ってくる情報が多くて覚えやすかったりしますよね。本だとね、眠くなっちゃうんで、どうしても。本より DVD の方があの立体でね、見て分かりやすいかもしれませんね。なんかそう、本はね、何冊か買ってはいるんですけどね。はい。買ったら覚えた気になっちゃうんで。ああ、でも私もそう、買ってあんまり読んでないですよね。みんな同じようなことが載ってるような本はね、うん、ちょくちょく買うんですけどね、あんまり見ない。でもなんか気持ちよくなってきました。ああ、よくなって、ほぐれてきましたか、ね、ほぐれてきましたかね。なんかね、あ、気持ちいいです。ここはすごいですね。
それから気持ちいいとね、あ、もうそのままずっと押しててほしいな感じになってくるんで。ああ、そうですよね。これがきついところってなんか長めの方がいいっすよね。そうですね。うん、うん、いいですね。こう緩急があるというか。それ好きです、気持ちいい。これですか、うん、こういうことですか。そうですね、仕込んで当てて、はい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 、やっぱね、いや、たまにはやっぱな、やられる側にならないとダメっすね、イメージが弱くなりますね、気持ちいいっす。で、仕込みもね、やっぱある程度圧かけて揺らさないと気持ちよくないですよね。うんうん、そうですね。表面だけやる人多いんで。あ、滑ってる人多い。うん、なんかこう、なんか表面しかやらない人。わかるわかる、こう中に筋肉届いてないのに揺らす人。わかるわかる。何をしたいんだっていうやつありますよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。気持ちよかったです。お疲れ様です。ありがとうございます。はい。よだれが出ました大丈夫でしたか。大丈夫。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。あ、でも本当肩が、まあ、本当ですか。でも肩がだいぶ、はあ、なんかこう視界がなんかこう見える世界が目が良くなった感じしますよ。姿勢良くなりますよね。あ、そうですね。ちょっと肩が後ろに自然に引ける感じで、うん、助かりました。なかなか揉んでもらう機会がなくてすいません。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、すごい肩楽になりましたよ。指名をもらうだけの、やはりやっぱり効かせ感強いですよね。そうですね。で、効果がやっぱり終わった後にすごいすっきり軽くなってる感じ。そんな岩田さんの施術はどこで受けられるんでしょう。埼玉県の熊谷の、もみカル籠原店っていうところで、働いています。あと週2回木曜日と土曜日は、埼玉県の秩父の実家でもやってますので、ぜひ受けたい方がいたら、まあ、まず熊谷の籠原店に来てもらった方が分かりやすいと思いますので。予約は電話ですか。予約は、電話予約と、あとネットで調べてもらえればネット予約もできるんで。モミカル、モミカルです。はい、はい、熊谷店モミカルで、はい、電話とネット予約ができるということで、はい、はい、何時何時で営業してるんですか。お店は10時から夜中の2時ですけど、自分の勤務はそんな長いんですね。はい、10時から、だいたい夕方6時から8時まで。ほう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 。で、月火水金日ほう、はい、いますのでよろしくお願いします。現時点でですよね。現時点です。ちょっとまた変わるかもしれない。また変わるかもしれないです。はい、じゃあ、あの、はい、いらっしゃる前にご確認をっていう形でご予約ご確認をしていただいて、はい、岩田さんというふうに言っていただくと、はい、指名もできるって感じですかね。はい、はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、気に入りましたら、はい、チャンネル登録とかグッドボタンをお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。